これから時計を購入する際の基準、そちらで迷っている方に特におすすめの動画となります。もともとがですね、欧米人向けに作られているということをまず理解する必要があるんです。ご覧いただきありがとうございます。ショービド時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画では時計のサイズ感、こちらについてお話をしていきたいと思います。時計を選ぶ際、自分に合っているサイズなのかそうでないのかで今後の使い勝手に大きく影響します。今回の動画では時計のサイズ感についてお話をしているわけなんですが、これから時計を購入する際の基準、そちらで迷っている方に特におすすめの動画となります。ぜひ最後までご覧ください。ショービド時計店日曜日勉強会。はい、それでは今回も、動画のリクエストをいただいております。しの様ありがとうございます。オリス、アクイス、デイデイト、アクイス、デイト、ブラックのサイズ違いの3種類の使用感が動画で見てみたいです。はい、こちらですね、まあ、おっしゃられているのは少し前のタイプになるかと思います。すみません、僕は読むの遅れたんで、まあ、ただ最新の3本を合わせながらご紹介したいと思いますので、後ほどお見せいたします。もう一方ですね、白エビ様ありがとうございます。いつも動画で勉強させていただいております。似合う、違和感があまりない時計の大きさについて質問です。20代男なのですが、手首周りが15センチほどしかありません。今つけているクォーツの時計はケース径、幅が 38mm、厚さ 6.7 mm なのですが、機械式が欲しいと思っております。15センチの腕周りに合うケースは頑張っても 40mm かなと僕は思います。しかし機械式となると構造上仕方ないとは思いますが、 38mm 前後は限られてきますし、厚さも 1 センチ超えるものばかりです。はい、そうですね、今考えているものがオリスのビッグクラウン 36mm 36のものやノットの機械式です。ティソ、シュトゥルマンスキー、ユンカースなども気になるデザインのものではあるのですが、だいたい 42mm でした。最新、三振ですね、ついてもカレンダーの機械式でケース幅が小さめのおすすめのものがありましたら、ぜひご紹介いただけないでしょうか。数字が刻印されているもので、あまり派手でないものがいいです。また細い腕につけるときにどれくらいの幅と厚さが許容範囲かという目安はあるのでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、こちらもですね、後ほど物の方を出しながらお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、もう一方いただいてます。マイトロ様、ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。最近腕時計の沼にはまり、焦りつつも楽しい日々を過ごしています。早速聞きたいことですが、腕時計の大きさというものは手首に対してどれぐらいが一般的に適正なんでしょうか。主にスーツを着たビジネスシーンを考えています。私は手首周りが 19.5 センチと、他の人より太いようで、40ミリのグランドセイコーを試着した時にちょっと小さいかなと思いましたが、店員さんにはそうでもないですよと言われ、どれぐらいが一般的に適正な大きさなんだろうかと疑問に思った次第です。手首と時計のバランスはどれぐらいがいいのでしょうか、教えていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。まあ、今お二方、後のお二方はですね、極端です。腕周りが15センチの方と、もう一方はですね 19.5 センチと、3に差があるサイズなんですけれども、はい、まあ、順に後で物の方をお見せしながらですね、どういった時計が合わせたらいいのかっていうのをお話ししていこうと思います。まずですね、性別、こちらなんですけれども、海外から、まあ、輸入されている時計とかですね、スイスブランドの場合、このメンズサイズであったりボーイサイズであったりでいろいろ出されているんですけれども、性別の表記っていうのはあまり気にする必要はないとここで言っておきます。もちろんその色とかですね、ダイヤが散りばめられているという条件で選ぶ場合もあるかと思いますけれども、もともとがですね、欧米人向けに作られているということをまず理解する必要があるんです。まあ、これ一般的にですね、メンズサイズが 42mm、ボーイサイズが38から41、まあ、これブランドの定義によるんですが、まあ、今までの経験上大体それぐらいですね。であとはですね、そのより下のサイズがレディースというふうに定義されていることが多いです。またですね、時計のサイズの測り方として、基本的にこのケースの直径を測るわけなんですが、この時にですね、含んでいないものがあります。それはリューズ、
リューズは別としてカウントしていますので、この際リューズを含んだサイズ計測はしないことをお勧めします。この人によってはですね、リューズが入ったり入ってなかったりでサイズ感が全く変わってきますので、数字だけ見るとやたらでかくなったりします。なので基本的にリューズは抜きでサイズを測ってみることをお勧めします。はい、欧米の方とですね、体格が比較的比べ小さい日本人は、まあ、こう海外が定義したサイズっていうのをですね、あまり真に受ける必要はないということを先ほど言ったんですけれども、大体日本人の、まあ、20代男性の平均腕周りのサイズで167mm、まあ、16.7mm ぐらいです。17センチもないぐらいなんですけれども、まあ、この腕周り、なぜ20代かと言いますと、まあ、大体ここからですね、痩せていく方、維持する方がいらっしゃっても、痩せるというよりはどちらかというと年々やっぱりこう体型というのは少しずつ大きくなっていきます。肩が多い傾向があります全員大きくなるわけではないんですけれども、まあ、そういった感じで腕周りが太くなる可能性の方が高いということで、これよりは上に上がると思っていただくと。なのでやっぱり普通にですね、今までの平均のサイズでいうと大体の70代ぐらいまでの間に腕周りというのは太くなっているのが特徴です。まあ、結婚指輪が徐々に入らなくなるのも一般的かなと思うんですけども、まあ、そういうふうに解釈していただければということで、あとはですね、海外の人のサイズの基準を見ていきますと、まあ、ドイツ人で、17.6 ぐらいですね、 17.5 か6ぐらいの腕周りが普通一般的で、イギリス人ですと 18.5、まあ、このあたりだとだいぶ大きいですね。でアメリカ人で 18.8 から9というところなので、やはりこうアメリカ人と日本人を比べてみるとだいぶサイズが違うことは分かっていけるかと思いますが、この時点でですね、同じメンズでもメンズサイズとの違いがあるということをまず認識しておいた方がいいんです。なのでカタログなんかを見る際に、やっぱり自分は男だからとメンズを見る方もほとんどだと思うんですけれども、まあ、そうせずにですね、レディースを見ても全然問題ないかと思います。一つの例で言いますと、ビクトリノックスのイノックスという時計があるんですけれども、メーカーとしてはですね、レディースという分類で出しているノンデイトの、クォーツの時計があったんですが、それはですね、全然男性が着用してもおかしくないサイズでした。あの日本人の男性がですけど、なのでそのあたりはですね、実際に合わせてみないとわからないというのが答えと思っていただくと分かりやすいかと思います。なのでケース K はですね、まあ、ケース K も次に見る必要があるんですけれども、先ほど言ったようにメーカーのサイズだけを信用する必要はないです。日本のブランドならまだしも、海外ブランドは多少なくても本当にそうかっていうのは疑いましょう。はい、ケース K だけを見ては失敗することがある。まあ、やっぱり時計のサイズっていうのはですね、この直径、まあ、大体これがサイズの目安となってますので、皆さんやっぱりここ見るんですよ。見るんですけれども、ケース K だけ見ると失敗することは多々あります。やっぱこのサイズといえばですね、このここに目が行きがちなんですけれども、はい、まあ、基本ではあるんですが、着用した時に関わってくるのは実はですね、ここだけではなく厚さもあるんです。厚みがどれぐらいあるかないか、まあ、大体今の時計のそうですね、ブランドサイトなんかでも厚さまでは載せてくれています。意外と掲載されていないのがですね、重さなんです。なので僕たちもですね、毎回そのメーカーさんの商品が入った時なんかは、まあ、できる限りは重さまで測るようにはしてるんですけれども、重さまで掲載してくれてないブランドがほとんどなんですね。まあ、腕に巻くのでそこまで気にする必要はないという表れなのかもしれませんが、はい、まあ、あとはですね、先ほど言ったようにこの厚さ、こちらは気にしておくことをお勧めします。そのゴツゴツしたモデルかどうかによってですね、腕からポコンと出た感じになる、もしくはですね、先ほど出したアイアンアニーのようにドーム型ガラスでこう丸くなっている場合、あんまりゴツさがないというふうなモデルもありますので、はい、これによって全く受ける印象が、これも本人も含めて見る人にも変わってくるということを認識しておきましょう。はい、それではですね、あの物の方を見ながらお話をしようと思います。はい、それではこちらにいくつか時計を用意しました。まずですね、最初のリクエストの篠様のからいきたいと思います。はい、オリスなんですけれども、こちらがですね、まあ、小さめのモデル、小さめと言いましてもですね、ただ小さいというと語弊を招きそうなんですが、
サイズがどれぐらいなのかをこちらで今測りたいと思います。衝動時計での傷がつかないようにきちんとノギスを巻いて測っております。こちらでですね、まあ、大体メーカー発表で 39.5 なんですけれども、今僕はベゼルの上から測ってますので 39.5、まあ、もう少し大きいぐらいですか。本当はケース K なので、この下のこの差があるのか分かると思うんですけれども、ベゼルの方が出てます。ただ実際ですね、ベゼルが出ているということはそれぐらいケースの直径がでかく見えますので、僕もベゼルで測るようにしてます。一番出っ張っている部分が基準なので、まあ大体 39.6 ぐらいの感覚ですね。でこちらで、もう一つがですね、つい最近出たばかりの最新のモデルとなります。キャリパー400の 41.5mm。 でこちらはベゼルのサイズがどれぐらいなのか、でこちらで測ってみますと、はい、思ったより小さいですね。まあ、41.5 なんでこのぐらいなんですけど、少し誤差がありました、はい。それとですね、もう一つがこれより以前に出されております、2020年に出たキャリバー400、こちらのですねサイズではどれぐらいなのかと言いますと、はい、メーカー発表は 43.5 なので、まあそれぐらいですね、はい。これがまあいわゆる一般的なその腕回りが大きい人用のメンズサイズ。ちなみに僕は18センチなんですけれども、だいたいこれぐらいのサイズが一般的というかポピュラーなサイズとなります、はい。ではですね、大小を比べてみましょう。こんな感じです。やはり明らかにですが、この2回りほど小さいような印象を受けます。2回りと言いますか、一回りなんですけれども、はい、2ミリを一回りとした感じで、それぐらいですね、このような感じで、この中間に入るわけなんですが、まあ、あんまりボーイズメンズレディースというような印象は受けないと思います。どのサイズでも男性がつけて、日本人の男性がつけて違和感のないサイズではないかというところですね、まあ、見比べるとこのような感じになります、まあ、でかい一番は合わせてみるのが一番なんですが、まあ、このようなサイズの違いがあるということは認識していただければと思います。でまた一番小さいサイズとして今回ご用意したのはですね、ダボサがあります。ダボサのこちら 36.5mm、 このサイズですので、まあ、普通のダイバーズでいうと一番小さめのものになるんじゃないかと。 36.5 ですね、はい、36.5mm のタイプで、こちらと先ほどの 40mm はどれぐらいか、 39.5 はどれぐらいかと、こんな感じです。まあ、36なんでだいぶ小さいですよね。このあたりだと、まあ次の段階なので、そんなにサイズが並んでいる感じのでかさは極端には感じないんじゃないかと思うんですけれども、はい、この 43.5 と並べると明らかに違います。これほどですね、腕回りに差が出てくるんですね。もちろんですね、細い方の場合はこちらが似合いやすく、太い腕の場合はこちらの方が、このキャリバー43.5 の方が似合いやすいです。ですが、まあどっちかじゃないとダメっていうわけではなくて、太腕の方がですね、こういった細いモデルをつけても別におかしくはないです。ただ一番言えるのは、本人がおかしいと思うかどうかですね。まあ、現代でこそですね、こういう 40mm、まあ、42mm より上のサイズが一般的となっているんですけれども、例えばまあ50年ぐらい前の時計を見た場合ですね、 40mm より全然小さい、38よりも小さいのが一般的なメンズサイズと言われています。なのでそこからするとだいぶ大きくなっているというふうに受けていただくと分かりやすいかと思います。なのでよく出回っているヴィンテージウォッチとかですね、そういったものはやはり小さめとなっているのが一般的です。はい、あとはですね、お二人目の白指様なんですけれども、まあこちらですね、クォーツなんですが、こういった感じ、KSK が小さいサイズでもですね、こういった、これはアイアンアニーなんですけれども、どれぐらいかと言いますと、と思います、まあ、こちらでだいたい 40mm です。 40mm ジャストぐらいですか、はい、40mm となります。
なので先ほどのオリスと同じあたりのサイズになるわけなんですが、こちらの方がやっぱりぎこつく見えますよね。なぜかと言いますと、やはりこのケースの厚みもそうなんですけれども、ベゼルなんです。ベゼルがあるかないかでだいぶ厚く見えるんじゃないかと思いますが、こちらのアイアンアニーの方はですね、ドーム型のガラスになってますので、角がない、まあ、つまりこう丸く見えますので、そういったタイプを選ぶと、割と細い腕周りの方でもそんなに時計が勝たずに見えやすいんではないでしょうか。まあ、そういった感じで選んでいただくと、あとはですね、シュトルマンスキー。本当はこの動画で紹介したかったのは 38mm のモデルでしたが、すいません、これを撮影している時点で品切れとなっておりましたので、あるのはですね、こちらの 40mm のブロンズのモデルとなります。はい、このブロンズモデルはどれぐらいかというと、もちろん 39.7、まあ、約 40mm ということになります。まあ、つまりですね、このアイアンアニーとこのブロンズ、ガガリのブロンズは同じサイズなんですけれども、厚みを見るとまた違った印象を受けるかと思います。片やまあクォーツ、片や手巻きではあるんですが、やはりまあこのブロンズということもあって少し厚めにはできておりますけれども、はい、どちらが重厚感あるかはもう本人の取り方によりますが、こういったラグが太く見えるか見えないかでも大きさの印象というのは変わってきます。あとはですね、まあ、こちら小さいですけれども、リュースの大きさもそういう感覚的には伝わってくるんじゃないかなというところです。まあ、こういった感じで、あのガラス素材とかですね、ラグの形というものを重点的に見ると理想の大きさに行きやすいんじゃないでしょうか。いかがでしたか。まあ、あのような感じで、ベゼルとかケースとかのラグのサイズなんかでも時計の印象ではですね、大きいか小さいかというのが変わってきますので、そういったあたりも細かくチェックしていただければ理想の時計に選びやすいんじゃないかと思います。またですね、この太い腕の方、細い腕の方、まあ、やっぱり日本人の中でも体型が小さい方、細い方と、まあ細い方、太い方といらっしゃいますので、どういったタイプがあるのかっていうのはですね、ご自身のタイプをまず一度知ることによって、体型が小さくても腕が細い人なんてもいますし、あの腕周りだけで決して見ないようにお勧めします。体型も一緒に加味して考えると分かりやすいんじゃないでしょうか。またですね、太い時計が似合う方、細い時計が似合う方というふうに、それぞれの体型に合わせた、まあ、このいいとこ悪いとこもありますので、そこも踏まえて時計を選んでいただければと思います。はい、動画としては以上となります。またですね、先日キャリバー 441.5mm お買い上げのお客様ありがとうございました。まあ、このキャリバー400の魅力はですね、もう言うまでもなく、はい、最先端に合わせたオリスらしい仕上がりの時計となっています。日本人に合わせやすい 41.5mm というサイズ感も人気の秘訣かなと思います。はい、またですね、この動画が参考になりましたら高評価であったりコメントであったりチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ショービト時計店代表こと川村です。2021年今年は早くもあと5ヶ月となりました。時が経つのは早すぎますね。私たちも皆様もそうだと思いますが、ここ2年海外どころか国内すらも旅行や出張にも行けない日々が続いていると思います。一日でも早くこんな世の中が終わってほしいものです。おうち時間が当たり前になっていると思いますが、来週18日日曜日19時からは今年7回目となるショービド時計店月1のライブ配信です。今回は新たに作ったオリジナルウォッチ、ショービドのオリジナルウォッチですね。世界で一つだけの。その試作品や懐中時計のアイテムをお見せいたします。リスナー様、ショービドの大切な、YouTube 視聴者様、ご意見いただければ嬉しいので、ぜひライブに参加していただければ嬉しいです。それではまた来週。